2005年、茨城県で自宅からパジャマ姿の女性が姿を消すという事件が発生しました。靴は履かれておらず、財布や携帯電話も置かれたまま。家族からの SOS を受けたテレビ朝日の情報番組テレビの力で3度取り上げられ、捜索が続けられましたが発見には至らず、その4ヶ月後、市内にある用水路で遺体となって見つかります。遺体は一部が白骨化されており、亡くなった原因も明らかになっていません。警察では自ら命を絶ったものとして処理されますが、彼女の周辺では様々な出来事も起こっていました。なぜ大々的に捜索した時発見できなかったのか、女性が亡くなった状況に事件性は感じられなかったのか、今回は複雑に絡み合った未解決事件、茨城女性失踪事件の謎を紐解きます。まずは事件概要からご説明します。2005年12月14日午前7時30分、茨城県稲敷市にある自宅から当時28歳の清原弥生さんが姿を消しました。冒頭でお伝えした通り、財布や携帯電話を持たず、上下グレーのパジャマを着たまま、この時気温マイナス6度にもかかわらず窓は開け放たれ、裸足のまま外へ行ったと判断されており、家族は警察に通報。情報番組テレビの力でも捜索されましたが、全く手がかりを得られませんでした。4ヶ月後の2006年4月7日、茨城県稲敷市犬塚の自宅から630メートル離れた用水路で、仰向けに倒れ息絶えた女性が発見され、歯型や着衣から行方不明になっていた弥生さんと判明。警察は事件と事故の両面から捜査をしましたが、はっきりした根拠も見当たらず、自ら命を絶ったものとして片付けられます。そのためこれ以降は、警察からの情報ではなく、事件を取材したジャーナリストや周辺の人間関係から出てきた情報とご承知ください。では事件が起こる12月14日以前に彼女の身辺で起こった出来事をお伝えします。2004年2月9日、弥生さんの兄が亡くなり、2005年6月から7月にオーストラリアへ留学、9月2日当時60歳だった父親が病気で他界し、テレビ番組の捜索により部屋のゴミ箱から、12月10日付の埼玉県三郷市や東京都品川区八潮3丁目にある大井料金所の領収書が発見され、弥生さんの車から12月11日付で茨城県矢田部料金所の領収書も見つかります。母親によればこの時、ちょっと横浜へ行ってきたと聞かされ、12月12日本来であれば新しい勤務先へ出勤する予定だったのですが、体調を崩して欠勤。12月13日午後10時30分ごろ、母親が彼女の部屋でパジャマ姿の弥生さんと言葉を交わし、ベッドに入る姿を確認した後、翌朝部屋へ行ったら忽然と姿が消えていたのです。すぐに周辺を探し、自宅から5メートル離れた場所で足跡を発見しましたが、他には何も見つからず警察へ通報。地元の消防団も含め110人体制で捜索したものの、手がかりは得られませんでした。テレビ番組に寄せられた目撃情報では、自宅周辺の竹やぶでパジャマ姿の弥生さんを見たとされていますが、はっきりしたものではなく、他に有力な情報もありません。さらに番組内でアメリカの超能力に導き出された情報もご紹介します。その超能力者の名前はゲイル。アメリカ本土で過去30年に1000件の事件解決へ貢献した実力を持ち、投資的中率も 90% 以上を誇ります。2006年1月25日、来日したゲイルにより投資が行われ、自宅から西、小川、斜面の大地、土の道路、大きな岩というキーワードが提示されました。その後ゲイルが現場で投資した際には数字の3と、彼女はすでに亡くなっていることが指摘され、お墓を中心とした自宅から半径500メートルの範囲で三角形の森、月明かりの下で木の下にうずくまった弥生さんが見えると発言し、その情報を手がかりに80人で捜索しましたが、投資された範囲内に痕跡は見つかりませんでした。すでにアメリカへ帰国していたゲイルはその報告を聞き、今年の3月から5月くらいに遺体のある場所を通った心優しい人に発見されると投資し、その後、彼女は今お墓を中心とした自宅から半径800メートル以内の範囲にいると言いました。しかし前回の投資とは範囲が異なり、発見された現場は半径800メートル以内ですが、自宅から西ではなく東側にある用水路、
このことからもおよそ的中したとは言い難いかもしれません。ただし手がかりが途絶えたわけではありません。遺体が発見される前、番組宛に本人と名乗る人物から電話が入ったのです。現在は記憶喪失であること、横浜の白い一戸建てに住み、ホステスやホストと一緒に暮らしていること、家族には会いたくないし気持ちが落ち着くまで帰るつもりはないと、いくつかの話も語られましたが、この電話がいつかけられたものか正確な日時は把握されておらず、声だけで本人と特定するにはあまりにも難しい状況だったといえます。ですが知人は弥生さんだと確信を持ちます。それは電話の中で聞いた聞き手やほくろの位置が彼女の特徴と一致していたから、家族からも本人の声とよく似ているという証言があったため、本人に間違いないという盛り上がりを見せましたが、警察の捜査でいたずら電話だったことが判明し、見えかけていた一筋の希望も打ち砕かれました。ところがこの後電話は何度もかかっており、弥生さんの失踪と全く無関係とは思えない状況。結果的に彼女は遺体で発見されますが、この電話の内容が事実であれば、その時一緒に暮らしていたホステスやホストは何らかの事情を知っていると考えられます。そもそも自宅周辺は大規模な捜索が実施されており、630メートル離れた用水路へ放置されていれば、失踪から4ヶ月もの間誰にも発見されないわけがありません。彼女が自宅から姿を消したのは自発的だったかもしれませんが、その後何者かに命を奪われたのは疑いようもないでしょう。自分に置き換えて想像してみてください。1階に寝室があって窓を開ければすぐ外へ出られる状態、体調不良で新しい職場へも顔を出せないくらいの状況。もしこれで自ら姿を消したのなら、当時は危険なメンタルだった、あるいは意識が混濁していたとしか想定できないのではないでしょうか。外はマイナス6度の極寒、普通の状態であればパジャマと裸足で外へ出たりしません。家族から逃げたい事情でも抱えていない限り、弥生さんの行動は理解しがたいわけです。部屋に荒らされた痕跡がなく、5メートル離れた場所の足跡や竹やぶの目撃証言も合わせると、何者かに連れ去られたわけではない、つまり自発的に家を出たのは間違いないのです。仮に彼女がこの家にいたくないと思っていたとすれば、どのような理由があったのでしょうか。ここから2004年1月、フィリピン国籍のランパの被告に手にかけられた原田美里さんの事件も少しお話しします。美里さんは茨城県阿見町の路上で車へ連れ込まれ、ランパノに暴力を加えられ命を奪われました。2017年9月、茨城県警が DNA 鑑定から容疑者を割り出し、彼には逮捕状も出ていますが、ランパノは事件後すぐにフィリピンへ帰国し、現在も身柄確保できていません。この時命を奪われた美里さんは、弥生さんの亡くなった兄が店長をしていたラーメン屋でアルバイトをしており、兄は事件の1週間後に自ら命を絶っています。一部の噂で兄は容疑者扱いされていましたが、それは単なる先入観で実際に命を絶った理由は分かりませんが、美里さんが被害者となったことから察すると、二人は恋人関係だったのではないでしょうか。一般的に考えて、たとえアルバイトの終わり時間が遅くなったことで美里さんが事件に巻き込まれたとしても、店長としての責任を痛感して命を絶つ可能性は低い。ただの店長とアルバイト店員より深い人間関係があったからこそ、人生に絶望し命を絶つ道を選んだのではないでしょうか。兄が亡くなった1年後に父親も他界、当時は母親と長男であるもう一人の兄、弥生さんを含む3人で暮らしていました。彼女は立て続けに起きた家族の不幸を目の前にして、不安定な気持ちを持っていたとしても不思議はありません。かなり落ち込んでいたとも伝えられているので、自宅から姿を消したのはやはり自発的な行動だったと考えられるでしょう。しかし亡くなったのは第三者の関与を確信できます。なぜ発見現場が用水路だったのでしょうか。ここからは事件の考察へ入ります。警察から詳細な情報は発表されていませんが、弥生さんは用水路の水を飲んで亡くなったという見解があり、そうなると自ら命を絶ったのではなく、何者かに命を奪われたと考えられます。もちろん用水路に転落した事故とも考えられますが、転落したのであれば必ず外傷は残り、一部白骨化していても何らかの痕跡が見つかります。事件性が薄く、司法解剖の許可が下りなかった、遺族から行政解剖の許可が下りなかったとして、
現場検証や鑑識捜査で気づけなかった部分もあるかもしれませんが、転落事故なら仰向けに倒れた状態で後頭部に傷もなく発見されることはありません。当時用水路にどのくらいの水が流れていたか不明ですが、成人女性が水を飲んで溺れると想定すれば、流れが速く足を取られない限り溺れるのも簡単ではないでしょう。足を取られない限り転倒して水を飲むこともない。たとえ転倒したとしても立ち上がれば溺れることはなく、立ち上がれなかったのだとすればそのまま水に流されます。細かい情報は分かりませんが、用水路で仰向けに倒れた状態というのは水が流れていない、もしくは流れていてもわずかな量だったと考察できないでしょうか。水が少ないにもかかわらず溺れて亡くなるのは、そこに第三者の存在があったから。弥生さんは犯人に顔を押さえつけられ息ができない状態へ追い込まれた。何らかのトラブルに巻き込まれ、その家で手にかけられて現場へ運ばれたのかもしれません。番組で取り上げた情報が都合よく利用され、犯人によって用水路へ放置されたと推測できます。いくら彼女に自ら命を絶つ動機が発見されたとしても、実行場所として用水路は選ばないでしょう。事故とも断定されない。そうだとすれば答えは一つ、弥生さんは横浜で一緒だったホステスとホストに命を奪われた可能性が高いとも考えられます。電話の内容では彼らに拾われたと話したそうなので、昼間にパジャマのままだと目立つため、当日の夜に自宅を飛び出し、前々から知っていたグループの店や家へ行った。財布が残されていたとされますが、お金のみを持ち出したことも十分あり、それで公衆電話から連絡することは可能。茨城県稲敷市から神奈川県横浜市への移動もできないことはありません。もっと現実的に言えば、横浜にいると伝えたのは嘘で、自宅を出てから稲敷市の別の場所で保護されていた。事前に場所と日時を決めて待ち合わせて合流した。多くの憶測を呼びますが、遺体発見の状況からして、弥生さんの亡くなった原因は第三者の介入なくしては成立しないのです。それを早々に事件性なしと処理したのは、目立った外傷がなく司法解剖もされていない、彼女の背景にある家庭の事情を合わせて結論付けた上からの判断だったのではないでしょうか。事件として捜査されていない以上、詳しく探っても情報は限定されますが、自ら命を絶った、あるいは事故と断言する証拠もないため、やはり第三者が関与している可能性が高いかと思われます。この事件は警察によって片付けられていますが、まだ語られていない真実が明るみになることを願うばかりです。清原弥生さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？